皆さん、ハロー。ハロー。クリスの英語でレイウェイ、あ、じゃマジック英語レイウェイ、久しぶりすぎて名前も間違えたクリスです。イエーイ。いや、みんなクリスです。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 みんなクリスです。はい、私たち久しぶりに出てきましたモズクスベイビーズでございます。はい、ナオコです。レミアです。ゴンガーです。スネトウです。はい、この4人ちゃんは5人でお送りしております。さあ、久々に英語やるんですけれども、今日はリハの中でこの言葉変よなっていう話が出たので、これやりたいなと思います。はい、どんまいどんまい、今ね、ちょっと若干お客様が入ってこられたので止めさせていただいたんですけど、そうなんです、そのどんまいという言葉が変やんかっていう話になりました。何が変なんでしょうか、なおさん。Don't mind って英語はなくはないけど、A little bit strange ちょっと変です。何が変かって言ったら Don't mind、 考えなくていいよっていう風になっちゃうんです。直訳すると考えんで考えんで、そういうことじゃないよね。違うよ ね、 ね、心配しなくて大丈夫よっていう意味で言いたいから、 Never mind。 なぜ Never なのかわからん、どんどんわからんけれども、Don't mind っていう風に日本語で結構言いますけど、Fighting とか Fight とかと一緒で戦い言うてますから、誰もね、その辺気をつけていただけたら。煽ってる、そうそう、煽ってる。ファイティングとか、いや、めっちゃ喧嘩する、言うてるよみたいなね。そうなんです。なので、Don't mind ではなく、OK、Never mind、せーの、Never mind。この心配せんでんよ的な優しい感じでいきましょうか。Never mind、せーの、Never mind。はい、こんな感じでですね、次のライブ3月22日にやりますけれども、英語満載でお届けしますので、皆さんよかったら自由が丘にお越しくださいませ。ということで、クリスでした。クリスでした。バイバイ。Never mind.